寺田光輝は、三重県伊勢市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。内科、胃腸内科の医師として、伊勢市内で病院を開業しているジップの長男として、出生。伊勢市立高生小学校3年次に、軟式野球をはじめ、伊勢市立高生中学校進学後は、軟式野球部へ所属した。三重県立伊勢高校への進学後は、公式野球部へ入部。 甲子園球場での全国大会と無縁であったが、3年時の春季三重県大会では、チームを準決勝にまで導いた。高校卒業後は、三重大学の教育学部へ進学したが、レベルの高さに圧倒されたとのことで、入学から2ヶ月後に休学。祖父や叔父なども医師であったことを背景に、一時は医学部への転部を検討していた。しかし、野球を続けたいとの一心で、 三重大学の中退、2年間の浪人生活を経て、筑波大学へ入学した。筑波大学での同期生には、ラグビー選手の福岡健二がいたが、在学中には、お互いに面識がなかったという。筑波大学では、公式野球部へ所属し、4年時に救援投手として、首都大学野球のリーグ戦に登板。しかし、特筆するほどの活躍には至らず、卒業後には、 地元の1 0号銀行へ就職することが内定していたが、奈良高明からここで終わるのはもったいないじゃないか。野球を続ける道を探したらどうか。と勧められたことをきっかけに、独立リーグから NPB を目指すことを決意。結局、内定を辞退し、ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズに入団した。背番号は14。 入団1年目の2016年からクローザーに起用され、全キリーグ戦だけで20試合に登板し、1勝11、セーブ、自責点0という好成績を残した。後期を含めたシーズン全体でも、40試合の登板で3勝1敗19セーブ、防御率1.11と好調だったが、秋の NPB ドラフト会議では、どの球団からも指名されなかった。 二年目の2017年にはリーグ戦35試合に登板。通算成績は0勝3敗10セーブ、防御率2.41と前年を下回っていたものの、NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから6巡目で指名を受け、入団した。背番号は54。2018年には6月26日に横浜スタジアムにおけるシーズン唯一の2、 軍手最高式戦9回表に登板したが、腰痛を発症。後の診断で、追間板ヘルニアが判明し、シーズン中の8月15日に、幹部の手術を受けた。シーズンを通じて二軍生活に終始し、イースタンリーグ公式戦では13試合の登板で、0勝1敗、防御率6.00を記録したが、手術後も腰の痛みに悩まされた。 2019年には、投球フォームをサイドスローからアンダースローへ変更。イースタンリーグでは、公式戦唯一の初勝利を挙げたものの、18試合の登板で防御率が9.86にとどまった。結局、一軍公式戦への登板機会がないまま、10月1日に球団から戦力外通告。調子が上がってくるのが遅すぎたものの、夢のような時間だった。 長男でありながら、家族から、医師になれと言われないまま野球を続けられたので、そろそろけじめをつけたいとの思いから、11月12日に12、球団合同トライアウトへ参加した後に、現役からの引退を決めた。12月2日付で、NPB から自由契約選手として講じ。現役時代に故障が相次いだことに加えて、地元の野球少年に何らかの貢献がしたいとの、 思いが芽生えたことから、実家が医師の家系である福岡と同様に医師を目指すことを決意。新型コロナウイルスへの感染拡大と向き合うジップやマーク・ハミルトンのような医師になることを目標に、2020年2月から河井塾ナビスへ勤務しながら、医学部の入学試験合格に向けて、勉学に励んだ。2021年6月末に、 東海大学の医学部編入試験へ合格したため、同年10月から東海大学へ5年半在籍した上で、所定の過程を終了後に医師国家試験へ臨む予定。死亡の診療科は、スポーツ整形外科や内科で医師国家試験に合格した場合には、NPB の選手経験者から初めての医師が誕生する可能性がある。ありがとうございます。